はい。どうも皆さん、こんにちは。今日は9月21日の2時18分に収録しています。今日はですね、半導体の3倍ブルである SOXL、この後どうなるっていうところについてお話ししていきたいと思います。よろしければチャンネル登録と、あと高評価ボタンいただけると幸いです。現在、月足でご覧いただいております。前月8月のこの まあ、インのからかさとかね、首吊り線と言われるこの月足のローソク足ですね。え、こちらはですね、まあ、えー、別にこの SOXL だけじゃなくて、ラッセル2000、ナスダック、えー、アップル株、ダウ、SP500、いろんなものがですね、今、このような8月のね、えー、インのからかさになっており、で、えー、こういうのが天井圏、高根圏で出るとですね、この長い髭先、 これを割り込んでいき、下落に転じていく可能性があるという一つのろうそくの、はい、パターンでもあります。で、いよいよですね、これ、昨日、FOMC の結果を受けて、パウエルさんの発言を受けて、このヒゲ先を割り込んできたんですね。はい、胃の一番に割り込んできました。他にも、ラッセル2000というのも同様に割り込んでいます。で、ナスタックやその他の指数っていうのは、まあ、アップルも含めてかな まだ割り込んでいない状況です。ですので、これが先駆けとなって、他の指数が、やはり前月のこのヒゲ先を割り込んでいくのかどうかっていうところを、まあ、見極める一つのイベントというのが、昨日の FOMC だったんですが、まあ、いよいよですね、はい、月末にかけて他の指数も、このような形でヒゲ先を割り込んでいくのかなという、はい、そういう雰囲気がちょっと高まってきているのかなといった状況ですね。 で現在価格 SOXL は18.48ドルえとなっており、で、マック D、まああんまり僕マック D 信者でも何でもないんですけど、見ますとですね、まあ今年の6月にゴールデンクロスしたんですが、ちょっとね、勢いが、ヒストグラムがね、ちょっとこう切り下がって、ひょっとしたらこれがね、 まあこのゴールデンクロスというのが、米株産指数ともにですね、フェイク、ね、騙しである可能性もなくはないと。いや、そんなわけないでしょうって、ナスダックはだって、月足でゴールデンクロスしてるんだからね、この後、どんどん上がっていくに決まってるとはい,いうふうに、思われる方もいらっしゃると思うんですが、いや、月足っていうのはね、それなりにゴールデンクロスしたらね、間違いないんだよって。 ただね、私ね、ずっと言ってるんですけど、3ヶ月足のデッドクロス中なんですよね、今。はい。月足よりもより、まあ、信頼のおける3ヶ月足がデッドクロスしてるんですよ。はい。なので、ひょっとしたら、フェイクである可能性もあるね、ということですね。いやいや、これがね、デッドクロスになるわけがないと。ね、こいつがデッドクロスしたら、ナスもデッドクロスするかもしれない。うん、そんなわけないと思うかもしれない。 ね、そんな方、ラッセル2000をね、ご覧ください。はい、こちら、ラッセル2000。これね、今ね、デッドクロスしてるんですよ、なんと。はい、ゴールデンクロスしたのも、つかの間、デッドクロスしてる月き足ですよ。はい、ですので、まあ、このラッセル2000って先行指標って言われていますんで。はい、じゃあ、ラッセル2000の3ヶ月足どうか、はい絶賛、もう昨年からずっとね、デッドクロス中です。 はい。ですので、月足のゴールデンクロスをしたんだから、絶対ナスタックはこの後、爆上げしていくだろうっていうのは、まあ、こういう3ヶ月足とかラッセルとかいろいろ見てるとですね、まあ、あながちね、そうは言えないと、はい、いう、疑た、りの、疑いの気持ちみたいなものを、まあ、持つのも、はい、まあ、警戒心を持つのもね、一つかなって、はい、いうふうに思います。 はい。で、これは、まあ、ごめんなさい。ラッセル2000なんですけど、SOXL に戻します。はい。まあ、そのような、まあ、この後のトレンド転換、ね、えー、月はもうすでにもう30%以上下がってますけどね。下がってますけど、さらに続落していく可能性を示唆する、えー、この月足です。今度ね、冷やしで見ていきましょう。はい。冷やしでね、まあ、私が今、まあ、ざっくり予想しているのは、シナリオね、3パターン。はい。 三パターンのスリーウェイの下げの目処みたいなものを今、はい、見ています。はい。私的には、まあ、もしね、この月足の、米株三指数、はじめとする、月足のゴールデンクロスっていうのが嘘っぱちで、その後下落していくんであれば、私、ナスダックがね、対局シナリオとして、えー、っとね、年末までに12000割れてくるというね、大きな全戻しのブーメランのようにこう、戻していくような相場、 みたいなものをちょっとイメージしていまして。はい。で、それはたびたび私は皆さんにお話してきましたが、まあ最悪の深押しをした場合、年内 SOXL っていうのは10ドル <coughs>。10ドルまで落としていく可能性があると。で、3段階分けてます。はい。朝押しが15ドルちょい割れの14.8とかですね。はい。で、まあ、真ん中ぐらいがまあ13ちょい割れの12.5あたり。 はい。で、深押しが年末に10ドル。はい。この3パターンで今のところシナリオを、えー、対局見ています。はい。で、えー、年初からのね、こういう、まあ、いろんな引き方ができるんですが、平行チャンネルをもうね、誰がどう見ても明確に、はい、どんな引き方しても割れてますよね。はい。あと、えー、唯一下に立ちはだかっているのは、この昨年の12月、 の安値から結んだこのトレンドラインですね。ここはまだ割れていません。はい。もうちょい下げるとね、それがあるわけですよ。ですので、ひょっとしたら、ここでサポートされて、つまり、この価格的には17.37あたり。はい。17.3あたりで、えー、昨年からのトレンドラインにサポートされて上がっていく可能性も、もちろんあります。で、同時にですね、えー、今年の2月と3月につけたこの高値。 はい。この高値が、年初ずっとね、レジスタンスラインになっていて、で5月にここピョンって爆上げして、このレジスタンスを突破したんですよね。皆さん、はい、えー、覚えてらっしゃるかと思いますが、爆上げしましたよね。はい。その爆上げ前のこの水平ライン、ここに今、ちょうど落ちてきてるんですよ。ね。爆上げしてから、はい、落ちてきて、ここ。はい。ね、来ている。なので、ひょっとしたらですね、 今夜からここでサポートされて爆上げしていく可能性もゼロではありません。ですが私はその可能性は非常に低いと思っています。なぜか、ね、なぜか、ちょっとチャートパターン見ていただくと、えー、っとね、こちら。チャートパターン私すごく重視していまして、 こんな形の大きな、はい、これね、いつからかって、5月から形成している大きな三ン右肩下がりの三ンを、まあ、ほぼ、ブレイクした、ね、ちょいブレイクした形になっています。完成した形になっています。はい、この形が良くないんですよね。この形がちょうどこの根元のところで完成したというのが良くないと思っています。はい、こっから、えー、下にね、 つまり、この水平ライン、2月の高値を今から割りに行くような形をしてるんですよ。これがね、仮に、ちょっと一旦これ消しますね。チャートパターンがこういう形ではなく、仮にですよ、この夏、こんな感じで、こんな感じで天井固めをして、で、この段階で割れて、で、ここに落ちてきたと。 で、現在価格、ここにいますと。この形であれば、私、こっからサポートされて上がっていくだろうなって思うんですけど、だけどね、根元が非常に深いんですよね、これね。ここで完成したあのチャートパターンなんで、むしろね、こっから下げが本番っていうふうに思うんですね。はい。ですので、こっからこれをブレイクすると、この当然ね、2月の高値である水平ラインを思いっきり割り込んでいくと。 はい。ですので、妥当なのは、この辺のゾーンまで、はい、落ちていってもおかしくないと。13ドルぐらいまで。はい。目先15ぐらい。で、そこでこのような、まあ、ラリー的なちょっと上昇があり、この斜め線を試しに行き、で、そこからやっぱ反落して13割ぐらいまで落としていくと。はい。で、私のナスダックの年内ね、ブーメランのようにこうね、戻していくというシナリオに従えば、年末10ドルになるし、 ただそれはちょっと行き過ぎ、まあ現段階でそれを言うのは行き過ぎているんで、まあ今のところ、まあ 2way でね、15ドル目先、これは朝押しのシナリオです。はい。で、通常だったらこの形であれば、13弱、はい、12.5とかね、その辺まで落としていってもおかしくない形だよね、と、はい、えー、言った形になります。ですので、いくつかパターン用意しましたが、本、え、当、ー、最悪のシナリオは、 もう10ドルですね。はい、まで、うん、落としていくと。2023年の年初っていうのは何ドルだったのかっていうと10.18ドル。なのでこれもだからもうビッグブーメーなんですよ。いってこい相場ですね。はい、っていうのが、まあ、年内、はい、年末までに繰り広げられるのかもしくはどっかで反発してまたね、はいえー、復活していくのかっていうところですね。 はいなので、ま盲、あ、信は良くない、えー、下の盲信も良くないし、えー、この後ね、ちょっと、えー、すぐ下げて、すぐ買われて上がっていくっていう、はいこのブルノーの盲信も良くないような状況になってるんだよとはいいうことですね。ラッセル2000なんか見ていただくとですね、もう月足が今、デッドクロス中です。はい、えー、これを無視していいんですか。 ね、3ヶ月足がデッドクロスしてます。いやいや、だけどね、ナスダックはゴールデンクロスしてるんだから、そこちでしょって。はい、本当にね、それ盲信でいいんですかっていうところを、他の指標とか、アップルの株とかね、NVIDIA が、まあ、ちょっとね、まあ今、こっから落ちていきそうな雰囲気がありますよね。そういうのも含めて、まあ、あの、判断していただき、はい。え、じゃないと、 あれよあれよという間に、この3倍ブルの半導体っていうのは、現在価格ですでに35%下がってるんですよ。1000万円がもう640万円になってるんですよ。ね。で、この後これを放置していると、ね、このチャートパターンそのまますんなり下抜けると、はい、ここまで行くと、はい、1000万円が56%下落して、430万円になってしまうと。 はい。で、私が言っているまさかのね、ね、こんな、あの、絶対なんて言えないけど、はい。まあ、こ10ドルなんかになってしまうと、64%下げで1000万円が360万円になってしまうと。はい。あれよ、あれよという間にね、どんどん金がゴリゴリ減っていくというのは、昨年の下落相場で経験してますよね。うん。ね、たらればだけど、ね、私はまあ、そんなん手出してないけど、こういう高値券でね、 せめてこういうところ終わったときにね、リスクを押しときゃよかったなとか、いろいろあるじゃないですか、皆さんね。で、相場ってね、適度なところでね、まあ終わってくれるかって言ったら、いや、私の経験上ね、なんかとことんやってくるんですよね。とことんやってくるっていうのが私相場だと思います。で、年初からね、これ上昇っていうのは、ナスダックはじめとする、とことん上げてきましたよね。はい、これがひとたび下落に転じたときにとことんやってくる。 来なないいいいかかかどううっっってててのののを、まあ、ちょっとね頭の片隅に入れておくのがいいかなってつまり、いや、もうイケイケになってると思うんですよ、ね。脳みそがね。ブルノーブルノーでね。こんなん上がっていくに決まってるって。おしめがいチャンスなんだからって。このブルノーで、本当に楽観主義で、本当に大丈夫なのって。本当大丈夫なのっていうこと。これを、今一度考えるいい機会なんじゃないかなっていうふうに思います。 はい。ですので、朝押しとかいろんなパターンを今え提示しました。まあ自分ならまあこんなもんかなっていうね、考えるきっかけとしていただけたら幸いです。はい。別に私は最悪シナリオこうなるよって、必ずこうなるよって言ってるわけじゃないんですけど、いろんなね、マックリーとかいろいろこう含めて、平行チャンネルとかね、水平ラインとか、はい、チャートパターンとか含めて材料は提供しますんで、皆さんご自身でね、考えてリスクオフなり、 ま、ここで買うんだとかね、おしめ買いのチャンスだとか、えー、していただけたらと思います。はい。え、今後もね、引き続きこういう情報を発信していきますんでね、え、よろしければ、え、特にね、高評価ボタンいただけるとね、え、励みになりますんで、よろしくお願いいたします。え、本日は以上です。ありがとうございました。